はい、皆さんこんにちは。ですね、今日はちょっと宣言をしようと思って、まあ、前からといってももう実際そのなんつうんだろう、本格的なダイエットみたいなのはしてないんだけど、健康のために、まあ、自己紹介の動画、まあ、見てる人と見てない人いると思うんだけど、ダイエット、まあ、このままいったら死ぬよっていうぐらい太ってて、まあ、太ってではいないか、見た目的には。ただ内臓脂肪がやばくて、でもお腹も結構パンパンだったんだけど、で、まあ、今日4月1日なんで言っても嘘ぴょんって言えるかなと思って、ダイエットをこれからまあちょっとだけね意識してやっていこうかなと思います。まああんなにカップラーメンとか菓子パンとか食ってんのにって思うんだけど、理想としては、好きなものを好きなだけ食べて理想の体型まで痩せる。で、まあ、お医者さんには別にこれ以上 太りさえしなければいいよって言われてるね。で、自分の中では体重的にはあと5キロぐらい。うん。で、見た目的にはもうちょっとシュッとね。うん。もうちょっとシュッと。で、体脂肪も今 20% ぐらいあるのか多分。で、体重計も体脂肪計ももう 3年ぐらいは乗ってないのか。体重計はあれか、会社の健康診断とかで1年とか半年に1回ぐらい乗ってるか。だからでも自分の体重よく分かっ、あ、まあ一応分かってんのか。でも80あって、あのやばいって言われた時ね、やばいって言われた時80あって、で今70なんですよ。それをだから65で体脂肪が多分まだ20ぐらいあると思うんだよね。それを 10%15% ぐらい、で一番痩せてた学生の頃は4とか7だったから、さすがにね、それはだって毎日 10キロぐらいは走ってたからね。で、往復でチャリで40キロぐらい超えてたから、まあさすがになんだけど、だからこれを機に動画のネタとしてダイエットをやるんだっていう意識でやれば少しはね、でも無理はしない。で、続けられなくならないようにしてなるべく続ける。で、中間報告は2週間に1回、でどうだったかかな。でちょっとお腹の周りもちゃんと測って、最近やっぱね食ってるから、余計に食ってるから、あれ普通に家の食事以外であれ食ってるからね。だから、まあ、それ込みで、それをやりながらもっていうやつね。で、一応高校卒業して専門学校、スポーツ系の専門学校行ってて、でインストラクターの資格的なのもあったし、スポーツクラブのインストラクターとして働いた時もあって、でそのマニュアル通りにプログラムをしないで、自分の感覚、このパターンとこのパターンとこのパターンとこのパターン合わせてオリジナルのプログラム組んでその人にやるっていうやつを、まあ破天荒っちゃ破天荒なんだよ。そんなやり方してっていう怒られるぐらいの破天荒だったんだけど、結果が出ちゃってたから、一応そのプログラム、そのスポーツクラブの中ではだよ、あの誰々先生にプログラム組んでほしいですリクエスト1っていうのを1回取った時あるんだけど、それを、それ本当にやっちゃうと多分俺他人には厳しいから他人にはクソ厳しいんだけど自分には優しいから、それのあの10分の1とか100分の1の、まあ、きつくはないか、
やつで、食事制限だけなんだけど、好きなものを好きなだけ食べて、ほとんど運動しない。それでどこまでいけるのか。で、このやり方はおすすめしません。これは俺自分のやり方で、自分のあれだから。だからこれ、今この動画で、多分今週の土曜日に体重計とこのお腹測るやつ買ってきて、で測って、で2週間に1回で1年後どうなってるかかな、来年の4月1日までにどのぐらいまでなってるか交互期待で、できなかったらエイプレルに振った言ったから嘘に決まってるじゃないですかっていう逃げ道も作りつつ、ダイエット企画をスタートさせていこうかなと思います。ではまた。